ウェス・ステューディは、アメリカ合衆国オクラホマ州出身の俳優。純血のチェロキー族。ウェス・ステューディとも表記される。チェロキー族の両親を持つ純血のチェロキー族として、オクラホマ州にて生誕。オクラホマ州北部のシャラコインディアンスクールを卒業後に、軍隊に入隊する。除隊後に、大学へ入学、演技を学び始めた。ネイティブアメリカンの血を引いているため、 出演している映画はネイティブアメリカン役が多いことで有名。1985年に舞台へ主演した際にたまたま見に来ていたネブラスカを拠点にしていた映画会社の代表に見出され、その映画会社制作の教育映画に出演した。1989年には出演したパウワウハイウェイのバフ役で一躍注目を集め、90年には ダンスウィズールブズのポニー族の最強の戦士役に大抜擢された。1992年にラストオブ、モヒカンのヒューロン族のマグア役を演じ、シカゴ映画批評家協会賞、モーストプロミッシングアクター賞を受賞した。2019年の第11回ガバナーズ賞においてアカデミー名誉賞が授与された。ネイティブアメリカンとしては、初、 北米のアメリカ先住民としては二人目のオスカー受賞となった。俳優業の他に石像彫刻家や作家の顔を持っており、児童書を二冊出版している。ありがとうございます。